はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。バイオハザードビレッジ続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、金婚がこの下にあるっぽいのでそれを探っていきたいと思いますが、どれ地下へ侵入する。お前たちは地上で待機しろ。おー、隊長、村の菌をベイカー邸のサンプルと比較したんですが、E 型にあったゲノム編集の痕跡がない。こっちが原種です。お、いっぱいある。はい、全部取った。まだあるよ、いっぱいアイテムある。取っとかないと。まあ、どんな感じ？以上どうやってる？また間違えた。いっぱいあるね。手榴弾もいっぱいある。よし。じゃあ行くか。これ帰れないじゃん。っていう感じですね。誰だ？くるくる言ってるよ。誰？貧困を守る番人か。また、あ、移動してきた。ここで戦うのか。どうすんのこれ。少し手こずってる。お前の手を借りたい。そこ地下だぜ。天井が開いている。そこからって。こっちへ移動する。行け。辛抱してくれ。ダメージ入るな。危ない。ガードしなきゃダメか。やばい、振りかぶ、横振り、振りかぶるか。近すぎてよく見えない。よし、ロケーターで指示する。これ難しいな。近づいていくか。この瞬間頼む、間に合って。あ、ずれた。嘘でしょ、あれ避けるのかよ。これはひどい。近づいて、いて、回復するか。一人称してるから避けづらい。溜まって溜まって、また。こうか。動くなよ。聞いたか。まだか。急かすなよ。移動途中だ。聞いてないのかな。まあ一回じゃ倒れないよな。確かに。つらい。ジャンプする。ガード置いて、ここで撃って、また。危ない。ここで撃って、撃って、当たってない。あれ、当たってないのか。2回連続か、2連続攻撃か。待て待て、じゃあ戻る。装填完了、いつでもどうぞ。どこで撃たせるかな。
溜まってお願いします。当たった。まだか。3回ぐらい、あと1回当てればいいかな、わかんないけど。なんか怒ってるよ。めっちゃ怒ってる、めちゃくちゃ怒ってる。持たないよこれ。いやー、きついぞこれ。それで振りかぶってほしい。いや、そこで、待って待って待って、当たった。まだ、まあ外れるましか。あ、待って、あぶねー。このまま進む。お前たちは上で待機してろ。なかなか手強いっすね。で、ここでどうすんのこれ。先か。さあ、ナイトビジョンゴーグル、暗視ゴーグルで探っていきますか。ミランダがミアに化けてたなら本物のミアは生かしておく理由もないだろうな。そんなこと言うなよ。ミランダはどうやってローズのことを知った。金目当てのお友達から。後で調べれば済む。作戦に集中しろ。お、なんだあれ。あったぞ、これが金庫か。すっげー。こちらあるわ。金庫を発見した。これで全て終わりにできるのだ。ああ、ようやくな。N2 爆弾を設置。この村ごと軽く吹き飛ばせる。え？すぐに離脱して起爆を。ミランダがまだだ。今度こそ蹴りをつける。このまま進む。了解、待機する。隊長、採取場にミランダを確認した。監視を続けろ。俺が指示するまで手は出すな。今さら行ったところで遅いが、リーさんには全て話すべきだったな。時間がなかった。移送中にミランダが蘇生するとは。だとしても話すべきだったと思うぜ。そうだな。さあ、一体これ何のこと言ってんですかね。イーサン、話すべきだったと。まあ、これはミランダの研究室。あ、なんか、エブリンっぽいな。なんだこの写真は。若しミランダ。生物を完全に適任させる発想には皆さん稲妻のごとき衝撃を受けたものです。変異させる。ああ、ミランダの目的は一人の死者の復活。私が目指すのは人類全ての進化。誰。ああ、スペンサーってあれじゃん、あのコードベルンから出てくるよ、来た博士かな、アンブレラ。ああ、なるほどね。スペンサーが村に。バカなですね。アンブレラの創始者か。要するに、お、エヴァ。お、スペイン風のことが出てるね。
おー結果はできそうなエブリンだったけど、あ、エブリンでもできそうなやっちゃうんだ。ローザ器なんだな、器に適してるんだな、それね。でエヴァを復活させたいわけだ、要するに。これミランダだな、これ。これがミランダさんだ、要するに。なるほど、娘のエヴァを復活させたいわけだな。これ何、これどこ行くんだ、これマップ開けないんだ。なんかある。これは誰、なんかわかんないな。あ、これがミランダか。でこの赤ん坊がエヴァなのかな、これがね。ここでどこに行けばいいんだ。こう来たんだよな。やっぱこうなるんだよねこういうことですよね。無茶だな。あ、手を上げろ。アンバーアイズ、ミランダは今どこにいる。まだ採取場だ。何かの準備をしてる模様。驚いた、本物なんだな。無事でよかった、ミア。どうしてここに。突然捕まっていろいろと検査された。ミアと言ったか、ミア・ウィンターズ。ああ、本人だ。そっちの状況は。さながら戦争だが、なんとかなりそうだ。任務を優先しろ。俺はこれから祭祀場へと向かう。待って、ここに置いていくつもり。約束したはずでしょ、私たちのことを守るって。全てあなたの言う通りにした。こっちに引っ越したのだって、家族と一緒ならそれでいいと思ったから。ねえ答えて、夫は今どこにいるの？私の娘はどこ？イーサンはもういない。救えなかった。だがローズは生きてる。来い、ここももう危険だ。いないってどういうこと？死んだ。残念だが今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ、違う。隠し通しておきたかったけど。あなたは彼が特別だってことを知らないの。どうなってるんだ。誰かいるのか。寒い。これイーサンか。イーサンだよな。どうしてこんなとこに。くそ、怖いそうだ。指があるぞ。どうしたんだ、じいさん。畜生、体が。しっかりすんだ。
あれエブリンか。どうしてこんなとこに。お前は死んでる。死んでる。そうか。俺はミランダに、いや俺はローズを助けに。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ。俺はまだ。ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの？今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思い出して。3年前のあの日、ベイカー邸で、お前はジャックに殺された。お前はとっくに死んでたんだ。そんなバカな、ありえない。だから動けるはずがないんだよ。いい加減なこと言うな。動けるはずがない、わかる。ふざけるな。じゃあ今までの俺は、俺は自分で。ローズ、ミア、俺は。分かったでしょ。お前の体は全部カビでできてるんだよ。お前はもう二度と家族には会えないよ。家族、俺の家族、ダメだ。ローズを助けないと。娘よ。お前はもう死んでる。死んでるんだ。俺がローズを必ず助ける。ようやくお目覚めですかな。あれ、イさん、ここはどこだ。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク卿とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れるとは。どれくらい寝てたんだ。もうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかしよろしいのですか。そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。私自身も存じかねます。着きました。助かったよ。ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。
できてるさ。急がないと。おお、こっから復活なんだ。結局イーサン人じゃないってことなのかな。もしエブリヌって言っても本当なら。もう行けないでしょ。もう行けないとこはあれが消去法か。行けるとこ行けばいいのか。もう走れない。相当弱ってるな。またなんかあるよ。最後の物資だ。これでミランダを倒せんのか。これ対決できるのかな。そっか、もう3年前のベイカー邸からもうイーサーもイーサーで亡くなってたんだな。お、待てよ、武器変えとくか。あ、いや、これのままでいいか。よし、ハンドがいっぱいある。さすがにもう武器は落とさないか。あ、アイテムか。無視していいのかな。時間かかんな。あった、まずい。よし、さあ決着をつけに行こうじゃないか。先に進まないと。大丈夫か、持つかこれ。え、これ調べる。かき分けるのかよ。ああ、かわいいエヴァ、私の愛しい娘。いさあ出ておいで、エヴァ。お前なのかい。どれほど会いたかったか。なんだ。私の力が奪われていく。ローズ。大丈夫かイーサン。ミランダ。興味深い。やはり普通の人間ではないか。さっさとローズを返せ。早く。小賢しい。今度こそ息の根を止めて。今だ、ローズを。トレ、渡せ。行く、控える、控える。離せ。ローズがちぎれちゃうよ。生涯を費やしてきたんだ。なのにそれを奪おうというのか。渡さ、我が対岸がなされる時が来たぞ。わお、ローズはこの私のもの。どうなってる。うわ、これどうやって出すんだ。これ我が偽りの子らを始末。直撃でいいのかな、本体に。あ、これ妨害されるのか。おいで。ステップインが早いな。だからお前は安心して死ぬ。これだけは許さない。逃げない方がいいな。血が出てるってことはありか。これは攻撃がやばいな。また、なんか来たぞ。これが防げるか。どこ行った？あれか。
あ、つえ。ついにローズが私のものになる。強いな。ああ、かわいいエヴァ、私の愛しい娘。お前の役目はここからか。我が偽りの子らを始末し、大いなる貧困を目覚めさせるぞ。おお、痛え。何の心配はいらない。真の幸福を与えて。何、あれ連続攻撃なのか。え、難しくないかこれ。かわいいエヴァ、私の愛しい。もしかしてお前の役目は終わった、ウィンター。我が偽りの子らを始末、大いなる均等を目覚めさせる。これを受けるに、親子に受けるいける、いけるか。この連続か。真の幸福を与えてやるから。だからお前は安心して死ぬ。まだお前だけは許さない。いた、これを避けなきゃどうか。ついにローズが私のものだ。これ回復した方がいいな。回復しましょうね。回復しといて。でも一撃がでかいのかな。あ、待てよ。私の愛しい枕の方があったじゃん。お前のやハンドガンで、ナイフいらないから、これかな。我が偽りの子らを始末、大いなる貧困を目覚め。でかい、やっぱダメージでかいな。ローズの子から何も心配はいらぬ。私は真の幸福を与えてやるから。あ、これ、翔太、こいつはやばい。だからお前は安心して死ぬ。永遠怖い気持ちはお前にも分かる。私とて同じこと。どうして分からないんだ。ローズはお前の娘なんかじゃない、俺の子だ。私の邪魔をするな。うわ、ちょっと行けよ、行けよ。お、また、これも行けよ。難しい。ここで終わり。これはやばい。本体が分かんない。貧困が絶望の淵にいた私を救い出し、この素晴らしい力を避けて保ったのだ。ああ、そうだ、貧困のせいで行かれたんだ。いて、そこか。リロードしながら移動するか。なんかやばい気がする。お前も死んで貧困の中を漂うのだ。やばい。永遠にな。待って。待って。終わりのはずはない。今度何？暗闇か。もう良いだろ。あとは全て私に託すと。もう一回連続、あれ連続攻撃だから。ゆっくり眠れ。そうはいくか。私は我が娘を必ずや取り戻す。よいしょ、こういうこと。死ね、死ね、構えた瞬間が。あの構えた時につくしかないか。お前の気持ちはわかるぞ、ウィンター。また、間違えてた。だがお前はここで終わりなのだ。貧困とローズが真に一つとなるとき、我が愛する人は再び蘇る。私は100年待ちわした。100年だ。今日この日のために。また、教えて。まあ、こっち来るよ。
行け。またヒロヒロ回復しとくか。待てよ、ちょっといい時期だけどクラフトしとこうか。ここある。行け。どうなるというのだ。ロースは俺の娘だ。ふざけるな。避けよ。お前の命はもう終わったんだ。なぜまだ戦う。よし。そう、これはハンドガンか。違う。あ、痛い。いて。死ね。時間切れだ。さあ死ね。死ねと言ってもね。皆先だ。百年にわたる我が孤独を埋めることはなかった。それがお前の本質だからだよ。お前は誰も愛せやしないんだ。あぶれ、これは近づいた方がいいか。夢を叶えてみせる。必ずな。痛い。まただ。これショットガンか。私は我が娘を必ずや取り戻す。音で音で。ここか。死ね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 。とりあえず決め手にかけるか。やっぱりライフルがここは横に受ける。その構えは怪しい。またもう一回来る。よいしょ。そこか。まあゆっくりやろうや。回復だと言ったらさ、避けるよ。よし、いろいろ利用して。これはやめとこう。こっちか。こう。また相手も絶対拾っとこう。さすがに枕もないか。痛い。回復させて。仕掛けてくるか。ほら。はい、一発一発でいいや。待って、またあるか。なんか掴んだよ。これで貴様の終わりだ。撃つのかこれは。二度とこの私の邪魔をできるよ。貴様を禁錮だ。撃ったぞ。やめろやめろ。あ、まだか。やったか。私の娘、私のエーバやったか。やった。どうした。あ。ローズ。大丈夫だローズ。もう大丈夫。イーサン、イーサン、おいイーサン、おいイーサン起きろ。まずい。クリス。イーサン、やったな。やつは終わった。それは俺も同じらしい。イーサン、逃げるんだ。
やべえの来ましたね。足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。ミア、許してくれ。愛してる。ローサ頼む。おい、立て。おい。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ。強くなれるよ。畜生。来て、ローズマリー。イーサン。出せ。離陸だ。急げ。待って、イーサンはどこ？急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ。置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーサンがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに。今のは何。座ってろと言っただろう。いやよ、イーサンはクリス、あなた何をしたの。彼は死んだ。救えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長、これを見てくれ。 BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。奴ら何考えてる。隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。付けを払わせてやる。はい、ということでクリアでございますね。ありがとうございました。いやー、しかしイーサン結局ね、生きては帰ってこれなかったけども、まあ、娘を救ったってことでね。いやでもびっくりですね。3年前のベイカー展の時からもうすでに死亡したということは、なんて
でね、その変異菌によって特異菌かな、このまあ再生、まあ、蘇生させられてね、ね、確かにこうなんか死ななかったよな、いろんなことあっていろんな局面あっても回復したし、そういうことだったのか。やっぱセブンとエイトはちゃんと完全にこう繋がってたんだな。どうなんだろう、最初からそういう意図で作ってたのかな、カプコンさんは。セブンとエイトがもう最初からあって、もうイーサンという人物、そういう点、ね、結末だったということかな、ね。そうすればあの液体を振りかけてね、復活するっていうことも筋が通すというもんかしらね。うん、まあそれはさときね、なかなかクリスもね結構切な、まあ最初のクリスえっと思ったけどね、最初の出だしは。でも蓋を開けてみると実はミランダが擬態化してたというね、ミアにね。うん、よかったよクリスが悪者なんなくてね。まあ、今回のストーリーはね、なんていうのかな、まあ変異菌がメインでね、うん、まあ、そのセブンの複製を回収したって感じかしら。セブンではなんだっけな、まあ、ちょこっとねそのキーンのことに関して触れてたけども、欲深い子だ、受けた恩も返さずに、魔女がそう言うと少女は鏡に閉じ込められてしまいました。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。父親は魔女に立ち向かい、話が終わってんだこれね、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます、娘を頼む、母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。同じだ、焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見るといいます。ちゃんと絵本の終わりが描かれましたね今ね素晴らしい。そうなんだっけな、話がどっか行っちゃった。そう、平均のね複製を回収したというのもあるし、ね、変異菌の回収もあったけども、まあ話がねやっぱこううまくできてますよね。一瞬裏切りに見せかけて実は違うともあったし、ミアとねイーサンの愛のこともね、やっぱ最後ミアはちゃんとねお互い愛してたというのが確認できたし、なんだかんだあったけどね、あのお互いちょっと3年前の事件でねちょっとギクシャクしてたけど、結局は2人愛し合ってたということが分かって、まあ、よかったですよね。で最後夫の心配もして、ちゃんとイーサンの心配もして、やっぱなんだかんだあったけどやっぱイーサン大事だった分かったし、イーサンもねこの娘を探してる間もね、やっぱローズのこと、娘のこととかね、ミアのことを気にかけてたし、うん、結局はやっぱこういう再確認できてよかったんじゃないかなと思ってますねうん、っていう勝手な判断。まあハイゼンベルクもね、うーん、どうだったんだろう。結局ローズの力を変えたとしても、ローズどうだったんだね、ローズの力を何だろう誤ってたのかな、多分な、多分ミランダは多分蘇生、エヴァを蘇生させるためだけに考えてただけだからね、えハイゼンブルクはそれを利用してっていうのは多分ちょっとね筋違いだったんだろうな、きっとなちょっとハイゼンブルクもちょっと気の毒な感じだったよなね。まあいうわけで、まあ、最後のなんだろう BSAA の横下兵士はみんな BOW だったということなんですが、
まだこれなんかありそうですよね、これね。これは作んなきゃダメでしょ、カプコーさん。Eさんのこのね、弔い合戦もあるしね、クリス的にはね。ここはやっぱナイン作んなきゃダメだろう。って気がする。ツケを払わせてやるということなんでね。 BSS はどうしたんだろうね。今までは5の時点ではね、まあ、5は BSS に属してましたからね、クリスは。あの時はなんか割と普通にアンブレラのね、こう後始末って変だけど、なんかそういうことに対抗してたけどね、なんか急に BOW 投入し始めたとか、それを気になる展開ですね、ちょっとね、最後ね。それはある。男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？ああ、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。ねえ、そうね。お月様のシャチとは違うんじゃないかしら。もうわかんないよ。父さん、誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こ
こんな日に限って君の出番だ。頼むぞエブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ、問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。この父親の話は終わりっていうことらしいですね。あら、なるほど。12時間46分46分、結構変わりましたね。で、クリアですね。お、ビレッジ・オブ・シャドウズ、新しいゲームのようにとか選択できました。OK。さあ、これクリアでございますね。いろいろ、まあ、追加コンテンツありますけど、まあ、今の最後の少女はまあローズですね。結局まあローズもまあちょっと察するところいろいろ遺伝してるようでございますね。うん、さあ仕事だと何で仕事か、まあ、気になるところなんですけども、さあこの後どうなんですかね、ローズはね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。いやー楽しかったですね。ただね、ちょっとやっぱ最後のイーサンのところはちょっとね切なかったなね、うん、まあそんな感じでね、バイオハザードビレッジ終わりでございますが、うん、さあどうだろう、ちょっとねストーリー的には皆さんどういう印象を受けましたかね。最後のイーサンのねこと、真相というかね、知ってね、うん、まあゲーム内容はまあと私のプレイはともかくですよ。ストーリーはね、皆さんどう響きましたかね。なかなかいい感じの終わり方してたんでね。ね、まあ、ということでございまして、また新シリーズやっていきたいと思いますので、一つよろしくお願いします。それでは、さよなら。